ハリウッドゴールドカップステークスはアメリカ合衆国カリフォルニア州にあるサンターニタパーク競馬場で行われている競馬の競争である。かつてはハリウッドパーク競馬場で開催されておりハリウッドゴールドカップハンディキャップステークスとして開催されていたが2013年をもってハリウッドパーク競馬場が閉鎖されたため2014年からサンターニタに開催競馬場が移され名称も ゴールドカップアットサンターニタステークスに変更された。あとの2020年からハリウッドゴールドカップに再び名称が戻された。1938年に創設されたサラブレッド3歳以上による競争で、1973年に導入されたグレード制では最高格の G1 に制定されている。条件は創設時からダート1マイル1、4のハンデキャップ競争で、 1997年から2005年の一時期だけバレー別の定量戦となっていた。2007年から2013年まではオールウェザーコースで開催されていた。サンターニタパーク競馬場のサンターニタハンデキャップ、デルマー競馬場のパシフィッククラシックステークスと並び、アメリカ西海岸競馬において地位のある競争とされているが、近年ドバイワールドカップを目指す。 有力場は出走することがほぼないため、出走場の質は低下してきている。ブリーダーズカップクラシックへ向かうためのプレップレースとしても活用される。2021年からは、ワンミリオン、ワイルドウエストボーナスシリーズが創設され、本競争とサンターニタハンデキャップ及び、パシフィッククラシックステークスを全勝した陣営には100万ドルのボーナスが授与される。 米西海岸で1億円ボーナスの新シリーズ創設、サンターニタエッチなど対象。JRAVAN2021 年2月19日、閲覧。ありがとうございます。